高木は現在の宮崎県古遊軍木城町にあった日本の城、伊藤四十八条の一つ、高城側の戦いの主戦場となった城である、木城町指定文化財。高木は日向国内にこのニーロイン、高木と三股ン、高木、ボクタスクイン、高木と三つ存在し、日向山高場と呼ばれた。北の谷瀬戸川、 南の高城側に挟まれた岩戸原の標高60メートルほどの大地の沿辺に建てられ、北側、東側、南側は絶壁で唯一平地につながっている西側には七つもの空掘りを設けてあり、本丸と二の丸があった。なお本校のこれ以後の文章における高木と書かれた部分はニーロイン、高城を指すものとする。城の起源はつまびらかではないが、 大宝元年に土隷としてだが、城の役割を果たしていたとの記述が残る。その後、兼務2年に、島津忠宗の四男、時給が、足利高氏からの恩賞として、新色院の自童職に任命された折に上格を築いたとされる。また時給はこの時より、新色氏を名乗った。北朝歴、関能元年、時給が計に上がっている隙をついて、 畑山直明が足利忠義側について高木を攻撃しその数ヶ月後に落城する。その後、塩分2年12月に一式の立花の命で土持氏がニーロインの自動職を賜ると、この高木も土持氏の城となる。長六元年7月、土持加月綱が伊藤有行に敗退すると土持氏の所有していた宝部城をはじめ銃の城が、 伊藤氏のものとなり、高木も伊藤氏の城に返して野村クランドが城主に任命された。伊藤氏は元気3年に島津氏と戦った木崎丸の戦いを契機に一時衰退し、伊藤義介らが日向国から文後に一時的に退去すると、日向国内の城は次々に島津方に返した。高木も島津の城となり、天正6年2月14日、 島津義久の命により、山田有信が上司を呼び、自投職に任命された。天正6年、文後の大友総林は、伊東氏の給料回復と自らの、キリスト教国建設のために、日向への侵攻を開始する。大友軍は島津に寝返った土持氏を滅ぼし、耳川を溶かして10月11日に高城近くの国、高原大地に着陣する。 当初、高木の城兵は500名ほどであったが、耳川から退いてきた、島津家久勢が城に入り1500名余りの人数に達していた。同月20日、大友軍は高城への攻撃を開始する。この戦いで、高木の水の手は立たれたが、城の古い垣根から水が湧き出て、窮地をしのいだとされる。また、これ以後の大友軍は作戦を包囲戦に切り替えたため、 矢玉による応戦のみとなった。11月12日、高城川の川岸に着陣していた大友軍と島津軍の合戦が始まり、大友軍は谷瀬戸川及び高城川を溶かしたところを、島津義久、島津義弘島津幾らの攻撃を受け、体制を整えるために本陣に撤退する際に、高木の城兵が攻撃し、大友軍は敗北を喫した。 現在の気象長カズルには打ち取られた島津方の北郷久森の墓があるが、久森の軍勢が敗走を装ったという確証はない。実際には、戦況がきっ抗しているところへ老生坂上の陣地から、島津育の軍勢が横から攻撃した。それを受けて、大友軍が体制を整えるために、文後方面に撤退する際に、一部部隊が竹ケブチで歴史者を出している。 そもそも札菌旧記雑録には、詳細な戦況の記載が全くないため、信憑性、正確性がなく、注意が必要である。天正15年、大友総林の要請を受諾した豊臣秀吉が、九州征抜に乗り出す。4月6日に、耳川を溶かした豊臣秀長軍およそ8万は高木を包囲すると、暴露を立て、1300名ほどの高城へと鉄砲や、火矢を放った。 それには持ちこたえたものの、島津軍本体がね白坂で乾杯し放築されたため、山田有信も息子の夕坂へを人質に出して、4月29日に城を退去し敗北した。5月1日に、秀長軍の宮部慶順が城に入った。その後、秀吉の一択二割により高城は、秋月種種の所有に返すが、源流元年の一国一条令により、敗城となった。 ありがとうございます。